ちは、出口なつきです。今回は私のお気に入りのリップを紹介します。イエーイ。まず1個目、こちらです。見えますか？ライキービューティースムースフィットスティック01番です。シャン、塗ってみたいと思います。どうでしょうか？こんな感じです。まずパッケージが可愛いのと、このままの色がちゃんと出ます。次、2個目です。あ、YouTuber 失敗だこれ。2個目、じゃん。1個目は赤茶スックのバイプラントリッチリップスティックの09番です。手に塗ってみるとこんな感じです。これも結構見たまんまの発色にあります。塗ってみます。ピン、こんな感じです。これは赤なんですけど、茶色が入ってる暗めの赤になります。結構口がパキッとしてるから、目元が薄い時にポイントで入れてます。次、3つ目です。3つ目のお気に入りは白のジンジャーリップバターの8102番です。こちらはジンジャーの香りになっています。生姜です。手に塗ってみると、あ、手に塗ってみるとこんな色になっています。結構こっくりしたお色です。塗ってみます。こっくり。これです。どうでしょうか？こっくり。ぼかして使っても可愛いと思います。色が結構強めなので、シンプルな服装とかに合うと思います。じゃーん。レブタンの薬です。次は読者の皆さんからの質問に答えるコーナーです。はい、1個目、モテるリップです。モテるリップはチキーン、こんな色になっています。ランコムのラプソジュルージュ C11 番です。塗ってみます。こんな色になります。シアな色になります。塗ってみます。これです。見えますか？男子モテもいいし、女性受けもいいと思います。デートにぴったり。つけ方で程よい血色が出ておすすめです。次はチャイフォームにぴったりなリップを紹介します。ピン、夏季ルージュディオールウルトラリキッドです。手に塗った感じは、うん、パキッ、こんなお色です。ラメが入ってて可愛いです。あ、やばい、ストップ捨てちゃった、捨てちゃった。発色が良すぎてついちゃいました。こんな感じです。可愛いです。マットな質感になっています。真っ赤すぎず地元を引き立ててくれるリップになっています。次です。次
次はシアーナトップスに合うリップを紹介します。これです。